私めっちゃ忙しい。めちゃくちゃ忙しい。確かにめっちゃ忙しそう。電話？誰だ？電話の出方が間違ってる。あのバイトを休みたいのですが。じゃあ自分で代わりを見つけてね。じゃあそういうことで以上。え？ちょっと待って。ああ、忙しい忙しい。ちょっといいか？何私今めちゃくちゃ忙しいんだけど。せっかく美味しいケーキを用意したのに。話を聞こう。そんなに忙しいのか？そりゃそうよ、何しろ50店舗の店長を兼務してるからね。兼務しすぎだ。誰か人を雇わないのか？人を雇うのってちょっと恥ずかしくない？それでよく店舗を増やせたな。人に任せるということは重要なことだ。それで三菱は大きくなったんだ。へえ、ちょっと興味湧いてきたから教えて教えて。教えてくれたら三菱食品が開発した生活志向のミルクボールをあげよう。それで手を打とう。よし決まり。ということで三菱グループについて解説しようと思う。ということは三菱ホールディングスだね。は？三菱ホールディングスなんてないぞ。え？でも三菱グループってあるじゃん。なんか中心的な企業があるんでしょ？団体ではないぞ。確かにそれっぽい名前が思い浮かばない。そもそも三菱グループってなんだ？まずはおさらいから、明治2年に土佐藩が運営していた改正館が継続することができなくなり、死傷者としてつくも商会を設立。これが岩崎弥太郎の個人の事業となり、三菱商会に名前が変更された。それで海運業を中心に発展して郵便汽船三菱となり、その後ライバルとして共同運輸会社が現れて熾烈な戦いを繰り広げた。その最中弥太郎が亡くなるんだよね。詳細は岩崎弥太郎の動画を見てくれ。弥太郎亡き後引き継いだのは弟の岩崎弥之助だ。こういうのは息子が引き継ぐもんじゃない？弥太郎の遺言により息子の久屋は20歳と若すぎたので弥之助が継ぐものの久屋を後継とすることを前提とした。確かに20歳で三菱のトップは厳しすぎる。弥之助は1年間だけだがアメリカに留学していた。この時代に留学ってハイパーエリートなのでは？そして後藤正二郎の娘と結婚した。なんか急に不安になってきた。帰国後すぐに副社長となり弥太郎氏後社長となった。この時弥は34歳。大会社の社長にしては若すぎる。それで郵便蒸気船三菱は共同運輸と合併して日本郵船に。矢之助は日本郵船の大株主となり海運事業は分離。従業員515名が転籍して海運の経営から離れた。じゃあめっちゃ暇になるのでは？それで高島炭鉱や吉岡鉱山などの鉱山業。後藤のおっちゃんが失敗して買い取ってあげたやつか。これが後の三菱工業、今の三菱マテリアル、他にも三菱石油や三菱化成工業など多角化した。後藤のおっちゃんを救済したことが大きな利益につながった。政府から払い下げて船舶修理中心の長崎造船所を設備投資で世界水準となる造船所に仕立てて造船業を始めた。当時国内の造船業って大したことなかったんだよね。ここから神戸造船所とともに三菱造船が誕生して後の三菱重工業に、この神戸造船所の電気部門は分離されて三菱電機が誕生した。今めちゃくちゃ熱い三菱電機か。そこは今いじるな。ちなみにこの長崎造船所はあの戦艦武蔵を建造したんだ。あの波動砲を撃てるやつ？それは宇宙戦艦ヤマトだ。日本屈指の造船所ということは分かった。海運業のサービスとして始めた倉庫業と荷為替金融を行う三菱荷為替店。ここは共同運輸との戦争で苦しくなり一時閉鎖。一方三菱荷為替店が貸し付けていた函館の企業が倒産。焦げついたのか。この企業に出資していた銀行が煽りで破綻しそうになったので救済して三菱に取り込んだ。経営危機なのに銀行を助けてしまう三菱よ。1886年に岩崎家事務所を開設して三菱社と名乗った。え？今まで会社じゃなかったの？三菱社は会社だが財布は岩崎家と一緒だ。はい？ちなみに1891年の利益は115万円。現在の貨幣価値でだいたい66億円ぐらいでこれを個人として稼いでいた。うずを舐めるので 1% を恵みを。やめい。1893年に日本で初めて商法が施行されて会社組織は株式合資合名のいずれかを選択する必要があった。それで矢之助と弥太郎の息子の久屋が出資して三菱合資会社を設立してようやく財布を分けた。ギリギリになってようやく分けたのか。その年に矢之助は総帥の座を久屋に譲り自身は幹部という会長職みたいな役職に退いた。この時矢之助は42歳でわずか8年で第一線から退いたからな。まだまだ全然やれるでしょ。弥太郎の意思もありあくまで自分はつなぎという認識を持っていたんだと思う。しかし普通なら部長でもすごいと言われる年齢なのに引退するんだ。三菱は三井住友の番頭経営とは違い、当主が代々社長を務めてリーダーシップを発揮するんだが番頭も優秀なんだ。
そんなんチートやん。東大、一橋大、慶応義塾、留学者などが中心となり新卒から重役になるケースが多い。社員育成が強いのか。有名な社員の代表格が川田小一郎。土佐藩出身で弥太郎と意気投合して三菱に入り、鉱山買収や経営を担当して弥太郎の右腕となった。そんなに優秀なの？大蔵大臣の松方正義にお願いされて三菱に在職のまま第三代日本銀行総裁に就任。日銀総裁が副業かよ。1890年の強行時入幕鎮静化に成功、日清戦争で戦費調達にも成功して翌年断爵に、総裁の中で最も傑出した大総裁と言われているらしい。そんな人間が三菱ではトップでなかったことが恐ろしいな。ちなみに自身は銀行には出勤せず自宅に部下を呼んで執務をしていたらしい。100年以上前からリモートワークをやるとは恐ろしい。リモートワークっていうな。もう一人有名なのが正田平五郎。22歳で慶応義塾に入学、3年後に慶応義塾の教授になった人物だ。何そのバグった経歴。1875年に三菱商会に入社して社規社則の制定、西洋式複式簿記を導入した。現代の会社に近いものにしたのか。正田を語る際に忘れてはいけないのが土地の購入。あの三菱が今更土地ぐらい、日本政府が陸軍の師団を増設する予算を作るために訓練場を売却することになった。もしかして石油とか出る土地だったとか？ただの荒れ地だ。ならいらないわ。正田はその時ロンドンにいたのだが、新聞でその土地の買い手がついてないというコラムを見て矢之助にこう電報を打った。土地を買うべし。それで大蔵大臣の松方正義に連絡して35万平方メートルを128万円、当時の東京市の年間予算の3倍で購入した。荒れ地にそんな値段を出すなんて気でも狂ってるのか？それが東京の丸の内だ。東京のど真ん中やんけ。正田は、ロンドンのようなオフィス街を作りましょう。それで丸の内にオフィス街を建設して三菱各社が入居してるから丸の内は三菱村と呼ばれているからな。確かに丸の内って三菱が多くて歴史ある独特な空気があるな。こうして矢之助の時代は終わり、合資会社としての三菱が始まる。こっから三菱は派手になりそうだな。三代目久屋は矢之助の甥で弥太郎の長男。1885年に矢之助が社長に就任すると矢之助は久屋に海外留学を進めて留学してペンシルバニア大学を卒業。ハイパーエリートだな。帰国後三菱社副社長に就任。これ以降次期当主は留学してその後副社長というのが慣例になる。広い視野を持つためにも留学は良い経験になるね。就任してから長崎造船所の近代化や東京丸の内の開発、製紙業やキリンビールの立ち上げとかいろいろやってたんだが、温厚で正直地味だったっぽくてあんまエピソードがなかった。キリンビール立ち上げとかやってるのに地味なんですか？23年社長を務めるんだが最初の13年は矢之助の助言、後半の10年は副社長で矢之助の息子の小田の意見を採用したと言われている。絶対君主の親父と全く反対だな。小祝農場って知ってるか？もちろん知ってるよ。ジュースとかヨーグルトが美味しいよね。あれも三菱グループだぞ。マジで？本社は丸の内の三菱ビルだぞ。あそこで作ってたのかよ、騙された。あんなところで作ってるわけないだろ。小祝の岩は岩崎家の岩だぞ。三菱って何でもやるんだな。矢之助の代からやってて久屋は晩年農牧事業に打ち込んでいたらしい。確かに温厚な感じがするわ。久屋は1916年で社長に退いた。じゃあ次は誰が社長になるんだ？四代目の社長は矢之助の息子で身長180センチ体重130キロという巨漢。ライザップに行った方が良いのでは？失礼だろ。強いリーダーシップと包容力で社員から大社長と呼ばれた小屋田だ。強そう。東京帝国大学に入学後翌年退学してケンブリッジに入学して卒業。くっそエリートすぎる。もともとは政治家か新聞社経営を志望していた。その職業だけはあかん。しかし父親の厳命で三菱社に入社した。さすが親父、正しい判断だ。小屋田は1910年代に三菱の分離独立を実施、三菱造船、三菱製鉄、三菱工業、三菱商事、三菱海上火災保険、三菱銀行など分離させた。それまで一つの会社に押し込んでたのがおかしい。特に三菱商事は小屋田の影響が大きくて創設時小屋田が語った訓示を要約したものを、社是として三菱商事の役員室に掲げて三菱グループの理念としても語られている。先代と違ってグイグイ前に出てくるな。1937年に辞書部が分離して三菱辞書へ、三菱合資は純粋持ち株会社となり子会社を管理する企業となった。本社は事業をやらなくなったということか。さらに小屋田は三菱の参加企業を4つに分類。
どういう分け方？本社の管理する直轄会社である文系会社、三菱が多くの株式を保有して役員を派遣して経営に参画している関係会社、文系会社の直轄下で三菱側が半分以上の株式を所持してるか経営の実権を握っている某系企業、岩崎家の個人事業として経営していて本社が直接関与していない縁故企業だ。個人事業ってどんなのがあるの？そんな大きくなさそうだけど、三菱製紙や朝日ガラス、キリンビールだな。そんなすげえもの個人でやるな。この状態で1937年に三菱社は株式会社に改組して、1940年に株式公開、1943年に三菱本社に社名変更した。ここに来てようやく株式公開をしたのか。人の三井、結束の住友、組織の三菱と呼ばれていて、小屋田は社員の個人プレイを嫌い、組織として動くことを要求。メッシ方向だね。採用は財閥本社で一括採用して各社に振り分け、所属企業が違っても一体感があり、財閥内部で部長レベルの会合や各社を横断する委員会が設けられた。分離して機動的になったにもかかわらず結束力は固いってチートだな。三菱はこの小屋田が社長の時代に組織の枠組みが出来上がった。これ最強すぎてどこも勝てないのでは？それでこの後どうなったの？解体された。この最強三菱を解体って一体どこのドイツが？それを詳しく解説するな。三菱がなくなったのは GHQ による財閥解体だ。出たよマッカーサー。戦前は三菱本社が持ち株会社として頂点に君臨して、三菱本社の株式を岩崎家が支配するという形だった。せやな。なので GHQ は、日本が世界大戦を引き起こすだけの力を用いた要因の一つが財閥の存在だ。一握りの資産家に富が集中し、彼らが戦争に協力したからだ。だから解体する。予想で取り潰すって草生えるわ。当初小屋田は、久屋さんの長男に社長交代すれば大丈夫やろ、と楽観視してたら、10月15日に GHQ が日本の財閥を徹底的に潰す方針を打ち出した。それで18日に安田財閥、21日に三井財閥、22日に住友財閥が自主的解体の意向を表明。一週間で財閥の多くが同意したの？この動きの中、小屋田は、三菱が国家社会に対する不信行為をした覚えはないし、軍と結んで戦争を挑発してない。国民として当然の義務を果たしただけだから、自分で解体せんぞ。ということで解体を拒否。GHQ に反抗して大丈夫なの？日本政府も厳しい処分になってヤバい事態になると思い、小屋田を説得して自主的解体を促した。それで小屋田は仕方なく同意して、株主総会を経て直系企業の統括を辞めて、岩崎一族と本社役員は引退となった。四大財閥の持ち株会社は全ての証券と参加企業の権利を持ち株会社整理委員会に譲渡して解散した。日本の財閥が終わったのか。小屋田はこの解散に同意した翌日から悪寒を感じて体調が悪化、12月に亡くなってしまった。三菱が自分の代で終わってしまうかもということで、相当プレッシャーがあったと思われる。まさに命を懸けたけど解体阻止ができなかったんだろうね。さらに三菱商事も解体させられた。なぜに？一説によると GHQ が、ジャパニーズ総合商社ってあれ、うちの国にはない業態だけど実質持ち株会社でしょ、ということで三井物産と共に解散させられた。どこまで財閥を切り刻めばええんや。さらに、まだあるの？47年12月に過度経済力集中排除法という巨大企業が持つ独占的な経済力の集中を排除する法律が施行された。これにより325社が指定されて企業分割などがされることになった。当然三菱の企業も選ばれたんだよね。しかし48年9月に GHQ は方針を変更して次々と指定取り消しとなった。なんだ GHQ も話わかるじゃん。なので三菱重工業と三菱工業が分割された。キャー。それでこの後整理するために一旦清算して新しい会社を設立して会社を再開するんだが、めんどくさいな。そういう会社は三菱の称号を使うのは禁止させられた。そんな決まりまであるの？三菱の名前じゃないということで信用力がガタ落ちになる。三菱ブランドが強さの秘密だからか。さらに、今度は何を切り離されるんですか？重大財閥の創業者一族は財閥家族に指定されて公職から強制引退、持っていた株式を全て放出された。鬼、悪魔、GHQ。これが財閥解体だ。歴史の教科書で見たことあるけど、実際三菱側から見ると絶望しかないな。これで三菱は終わったのか。いや、ここから三菱が再構築されるんだ。ここまでバラバラにされても？ここで最初の三菱とは何なのか、という質問に戻ろう。
つまり三菱本社なんだよね。それは解体されているだろ。そういえばそうだった。一般的には三菱グループは旧三菱財閥や三菱金融会に入っているグループのことを呼んでいる。三菱金融会って何？怪しいな。表向きには親睦会だ。は？ただの親睦会なの？財閥は解体され三菱はバラバラ。三菱商事は旧役職員がそれぞれ会社を設立して百数十社にも及んだ。解体というかみじん切りレベルだな。これに立ち上がったのが元三菱本社の役員で代表生産人の石黒氏や、三菱電機や三菱地所の社長らが三菱グループ同士で食事をしながら情報交換をしていた。これが金融会の起源だと言われている。マジでただの交流会だったの？しかしここで事件が起きた。事件？解体された中に丸の内の不動産を引き継いでた陽和不動産という会社があったのだが、結構重要な会社なのでは？この会社が株を買い占められて乗っ取られた。ということは丸の内が抑えられるのでは？それでさっきの生産人の石黒氏が音頭を取って三菱銀行がグループに資金を融通して株を高額で買い取った。三菱の力を結集させて防いだのか。これが後に三菱同士が株を持ち合う比率が高い理由になった。ということは買収されにくいし関係が強化できる。こういう経緯があり旧三菱本社の重役同士が会談して現役社長に助言をするというのが起きて、これが三菱金融会となった。ただの親睦会ではないでしょ。サンフランシスコ平和条約において三菱の称号が使えるようになり金融会が管理するようになった。勝手に三菱って名乗れないんだ。元三菱でも潰れそうだったら使えなかったようだ。厳しいな。金融会の他にも金融会の会社の総務担当部長が集まり会議をする月曜会なんてものもあるな。実務ベースの会合もあるのか。そして金融会の中でも3つのグループに分かれてて、三菱金融会だけ出られる企業、これが現在で27社ある。結構少ない。その中でも13社から9社だけ出られる世話人会というものが存在していて事実上の最高意思決定機関となる。秘密の会議の上にさらに秘密の会議があるの？一応三菱金融会はホームページとかあるぞ。あらやだ、私が知らなかっただけ？そしてこれらのトップが世話人代表という役職で三菱御三家の三菱銀行、三菱商事、三菱重工業。この三社が持ち回りで務めるんだ。やっぱ歴史ある組織だけに結構きっちり決まってるのね。こうやって組織が出来上がりバラバラだった三菱商事などもだんだんとグループの力でまとまってきた。百数十社の会社が1954年に一つになりグループに第三者割り当てで増資してもらい財務を固める。三菱商事は三菱造船、三菱重工業、三菱電機などの総代理店となり購買力を高めて相乗効果を発揮した。三菱商事に行けば何でも揃いそう。鉄鋼もあるから三井物産は羨ましがってたみたいだ。この後鉄の需要がものすごいからな。60年代になると結束力が高まりより広い組織の三菱広報委員会を設立して65年に、あなたの三菱、世界の三菱、というグループ共通宣伝ロゴを掲げて三菱系企業の社員に三菱ファミリー賞を開催、三菱製品を買いましょうという運動を推進した。そういえば三菱の人間って酒屋のビールがキリンじゃなかったら劣化のごとくぶち切れるんでしょ。そこまでしないわ。ただこの頃からキリンビールしか飲まないって言われてるな。今でもそんな感じなのかな。三菱鉛筆って知ってるか？確か三菱グループとは関係ないんだよね。もともとは3本の鉛筆に家紋を組み合わせて3ダイヤの形になってて、70年代に金融会は、三菱鉛筆が三菱の商標を使うのはけしからん、という議題が上がって話し合ったらしい。意外にミミッチー。しかし調べたら三菱財閥より10年早く三菱鉛筆が商標登録をしていて歴史もあり高品質なところから。今回は見逃してあげるんだからね。なぜに上から目線。こうして三菱という組織が再構築されたが問題が出てきた。問題とは？73年にオイルショックが起きて高度経済成長期が終焉、低成長時代へ移行した。あの時は良かったよね。お前何歳なの？それで企業集団にもほころびが生まれて金融界もそこまで動きがなかった。やっぱ時が経つにつれて弱くなっていくよね。バブル期に突入するのだがこの時の金融界はこういう感じだったらしい。第2金曜日の正午に集まってカレーライスを食べて近況報告。外部の講師の話を聞く勉強会をやったら帰ってたわ。専用主婦の習い事みたいな感じだな。しかしこの頃三菱に注目が集まってたんだ。なぜに？1987年の10月19日にニューヨークを起点とする世界同時株安、通称ブラックマンデーが起きた。しかし日本は一時株価が下がったもののその後反発して株価は急騰した。
バブルへゴーしていくのか。これらを背景に日本企業がアメリカ企業を買収するケースが増えた。例えば1989年にソニーがアメリカの映画会社コロンビアピクチャーズを48億ドルで買収。あの自由の女神のロゴの会社か。さらに三菱地所がロックフェラーグループの株式を 51% を 8.4 億ドル、当時のレートで1200億円で買収し、その後すべての株式を買い取った。ロックフェラーってなんだっけ？アメリカの石油王だ。この人がアメリカの富の象徴とも言われたロックフェラーセンターを建設した。このビルは映画とかで見たことあるな。これらがアメリカ国民の怒りを買って当時湧いていたジャパンバッシングを加熱させてアメリカ人は、日本がアメリカの魂まで奪っていった。これは貿易不均衡の問題で株式を持ち合う系列関係が問題だ。自動車メーカーが系列化してメーカーに不当に値引きさせた部品で車を作って安い車をアメリカで販売している。という風に見てて系列を問題視して三菱も問題だとされた。三菱はとばっちりなのでは？まあ気持ちの問題で日本でも東京タワーが外国人に買われたら嫌だろ。悲しくなるわ。まあ気持ちの問題なんだよ。これでアメリカは、三菱の系列は問題だ。ロックフェラーの買収も金融界によるものだ。社長会の議事録を提出させろ。これに対して三菱は、いやカレー食って講師の話聞くぐらいだから議事録ないよ。それでその時取ってたメモを渡して終了だ。ただのランチの会話のメモ書きじゃん。どうも外国人にはこの三菱の関係性を理解できてないようでこんな事例がある。90年に三菱4社とドイツのダイムラーベンツ社の提携を発表した。なかなか面白い動きだね。そしたらダイムラーが交渉に疲れて提携を解消したらしい。は？どういうこと？え？三菱商事が親会社じゃないの？私たちそれぞれ個別に交渉しなきゃいけないの？三菱商事の英語名が三菱コーポレーションだったせいか勘違いしてたらしい。なんというおっちょこちょい。この海外からのバッシングという脅威が三菱の関係性は強固にさせた。雨降って地固まったね。この関係性は現在まで至っている。これが三菱の大まかな歴史だ。三菱というのが何なのかとなぜ強いのかというのが理解できたわ。2020年の東洋経済の調べでは三菱グループの売上高は69兆円、従業員数87万人、会社数は4521社だ。全上場企業の会社数のうち三菱グループは 5.9% もある。日本経済の柱の一つと言っても過言ではないね。他の財閥グループとかはまた別の歴史があるみたいだからな。いつか調べてみたいな。ところでなぜ今回こんな動画を作ったの？日本経済を語る上でなくてはならない三菱グループという存在がいまいちわかりにくかったからな。それを理解するために作ったんだ。その建前は置いといて本音は？三菱電機と三菱自動車をそのうち解説するため。